皆さんこんにちは、あかね的日本語教室のあかねです。風が強い。今日はフルーツサンドを買いたいと思います。フルーツサンドを買うときに使う日本語を皆さんにシェアしたいと思います。それでは早速買いに行きます。フルーツサンドは果物を使ったデザートです。果物はフルーツのことです。とフルーツサンドは果物とクリームを食パンでサンドしたものです。三角の形のものは時々コンビニでも見かけると思うんですけど、このねキューブ型、四角い形っていうのはすごく見た目も可愛いと思います。それではどんなフルーツサンドがあるのか見ていきましょう。はい、これはパイン、パイン。これはみかん、みかん。これはキウイ、キウイ。断面が本当に綺麗ですね。これは焼き芋、美味しそう、焼き芋。これはバナナチョコ、バナナとチョコが入っています。こちらもバナナでバニラ風味と書いてあります。こっちはいちご、バナナ、チョコのミックスですね。美味しそう。はい、でこちらがスターナイト、いちごですね。マスカルポーネ、蜂蜜入り。マスカルポーネってチーズですね。でこっちがいちごバナナミックスでバニラ風味です。あー、どれも本当に美味しそうですね。こちらはテイクアウトの専門です。イートインスペースがありません。イートインというのはお店の中で食べることです。はい、ここはイートインスペースがないので買って持ち帰ります。フルーツサンドが入っているこのこれですね、これをショーケースと言います。ショーケースに入っているフルーツサンドを見ると買わずにはいられません。何々ずにはいられないというのは何々しないのが我慢できないという意味です。だからここでは買わないのが我慢できない、つまりもう本当に買いたいという意味です。今からフルーツサンドを買うんですけど、この時にお店の人が保冷剤お付けしますかと聞いてくれると思います。ちょっとそれに注目しながらこれから私がフルーツサンドを買う場面を見てみてください。じゃあ今から買います。あ、すいません、はい、いいですか。お願いします。はい、まず4個入りのボックス1つと、はい、あと2つ別で、はい、お願いします。かしこまりました。はい、でじゃあ4個入りの方が、はい、スターナイト、スターナイト5とバナナ、バナナ、はい、バナナ2種類あるんですけどどちらがよろしいですか。おすすめはどちらですか。おすすめ、そうですね、バナナオレオになります。じゃあこのバナナオレオの方で、はい、チョコの方で、あと、あ、すいません、と焼き芋一つ、焼き芋、はい、とみかん一つ、みかん、はい、はい、こちら4点になります、はい、こちらがじゃあボックスの方、はい、でと別でちょっと2個買いたくて、はい、どうしようかな。じゃあスターナイト、スターナイトと、あとじゃあパインで、パインでお願いします。はい、ありがとうございます、はい。ちょっと音声確認しますね、はい、すみません、ありがとうございます、はい、じゃあ、はいはい、全部で7点で間違いないですか。あ、失礼しました、6点で間違いないですか。はい、6点で、はい、会計失礼いたします。はい、みかんが1点、焼き芋が1点、バナナオレオが1点、スターナイトが2点、パインが1点ですね。はい、全部で6点になりまして、お会計が2760円になります。はい、クレジットカード使えますか。はい、お使いいただけます。お持ち歩きのお時間どのくらいですか。1時間くらいです。中に保冷剤をお入れしてもよろしいですか。お願いします。はい、保冷剤お願いします。はい、今お店の人がお持ち歩きのお時間はどのくらいですかと聞いてくれました。それによって保冷剤の数とか大きさが変わってきます。あ、すいません、はい、はい、こちらに差し込みかタッチでお願いいたします。はい、じゃあタッチでお願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。
はい、結構最近のクレジットカードはタッチかこう差し込むタイプどちらもあると思うので、差し込みですかタッチですかというふうに聞かれることがあると思います。こちらがレシートも私になります。ありがとうございます。お待ちください。はい、レシートもらいました。クレジットカードだと時々これとは別に、レシートとは別でクレジットカードの控えというものをもらうこともあります。クレジットカードでどれくらい使いましたよという紙ですね。はい、すみません、お待たせしました。はい、品物になります。ありがとうございます。紙袋は無料なんですね。はい、全部無料です。わかりました、はい、してます。ありがとうございます。こんな風に入れてもらいました。ありがとうございます。お店の空間もとてもおしゃれです。あ、ここに日持ちと書いてありますね。どのくらい持つのかという意味なんですが、フルーツサンドは当日です。なので今日買ったら今日食べてくださいという意味です。あ、でも冷蔵保存で翌日まで OK と書いてあるので、冷蔵保存すれば次の日まで持つということですね。はい、あとここに書いてあるんですけど、お持ち帰りに30分以上かかる場合は保冷剤をお付けできますので、スタッフにお気軽にお声掛けくださいと書いてあります。お店によって違うんですけど、保冷剤は有料のところと無料のところがあります。こちらは無料みたいです。もし他のお店に行って保冷剤をつけてもらうときにいくらか知りたいときは、保冷剤はいくらですかとか、保冷剤は一ついくらですかというふうに聞いてみてください。買えました。あ、すいません、ありがとうございました。はい、またご連絡します。ちょっとまだ外にもいると思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。撮影させてもらいました。お店の外観はこんな感じです。お店の情報は概要欄に貼っておくので、気になる人は見てみてください。無事に買えました。お店の人本当に親切でした。ありがとうございます。ちょっと時間があるので散歩しながら帰りたいと思います。この辺はね、千葉中央駅で、千葉駅からも歩いてくることができます。今フルーツサンドがあちらにあって、その逆側に来て見ました。皆さんモノレールって分かりますか？このね、上、あ、ちょっとお見せしますね。モノレールがね、通るんですよ。ちょうど通ればいいんですけどね。ここをね、モノレールが通るんです。去年出した千葉 Vlog で、私がモノレールに乗っている場面もね、紹介してると思うので、気になる人はぜひ見てみてください。皆さん、あれがモノレールです。ただいま。はい、買ってきました。あ、今何時？もう4時。私今日朝から何も食べてないので、ちょっとね、フルーツサンド食べたいと思います。あ、よいしょと。はい、こっちですね、いちごとパイン。あとこっちが、4個入りです。開けてみましょう。開けまーす。はーい、綺麗。見た目が美しいですね。焼き芋、いちご、みかん、あとバナナですね。で、これが保冷剤です。本当にお腹空いた。なんか私の動画って結構食べるシーンが多いじゃないですか。飲食店に行って食べたりする動画が多いから、なんか毎日外食してるとか、なんか毎日すごく食べてるって思ってる人がいるみたいなんですけど、あ、ちょっと座りますね。あ、ちょっと調節しよう。そうやって思ってる人がいると思うし、まあ別に思ってても全然
いいんだけど、いいんだけど、本当に仕事が忙しい日は、一日一食の時もあります。動画で映ってるものが全てではないですよね。はい。私もこうやって撮影する日って、まあ、1ヶ月に何回かしかないですし、その本当に自分の生活の一部をこう、切り取って、ほんの一部を切り取って皆さんにお見せしてるので、なんか、あかねさんすごい食べてますねとか、こんな量一人で食べるんですかって言われることがあって、確かにね、すごい食べる時もあるんだけど、そう、あれはね、本当に私の生活の一部なので、そうなんです。まあね、食べられることはでも幸せなので、ね、全然そういうコメントが来ても全然いいんだけど、そう、でもなんか、そう、なんかね、でも、たまにはちょっと、こういう話もしてみようかなと思いました。じゃあ本当にお腹空いてるので、私の今日の、本日の一番最初の食べ物、一番初めに食べるものなので、ちょっとね、カットしていきたいと思います。ちょっと半分に切っていきますね。ちょっとお待ちください。切ってきました。ちょっとこれ、下になっちゃった。いちごと、さつまいもです。本日、一番目の食事？食事もデザートだけど。よいしょ。いただきます。美味しい。お店のなんか説明にも書いてあったけど、クリームは甘さ控えめです。甘さが少ないです。で、フルーツの甘さが目立つ。美味しい。食べやすい。さつまいも。さつまいもって珍しいかな。フルーツサンド私あんまり食べたことないんですけど、どうだろう。いただきます。美味しい。いちごもさつまいもも甘いです。こっちの2個入りは知り合いにあげたいと思います。こっちにもちゃんと保冷剤が入ってます。あと、お店のカードですね。ショップカードが入ってます。あ、ちょっとまたこれから仕事なので、ちょっとね、これだけ食べて仕事に戻ります。はい、今日はフルーツサンドを買うときに使う日本語を紹介しました。皆さんが日本に来てケーキやこういったデザートを買うときの参考になったら嬉しいです。いつも見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ、また来週。